スタッフ化は、ロシア帝国末及び、ソビエト連邦における、軍総司令部である。西欧の文献では、頭文字のように、しばしば、スタブ化と大文字で表記されている。この用語は、所在地に対してと同じように、その爆僚に対して適用される場合がある。総司令官、ニコライ大公第一次世界大戦初期における、ロシア帝国軍最高総司令官は、 皇帝ニコライ一世の孫、ニコライ・ニコラー・エービチ大公であった。彼は1914年8月の土壇場に任命され、戦争開始当初に使用された軍事作戦の立案には関わっていなかった。彼は有能であり、再起にあふれていた。1915年の夏、グリゴリー・ラス・プーチンは大公を追い出すよう画策し、その結果皇帝ニコライ二世が直接指揮するようになった。 しかし、彼は、完全に無能であった。スタッフカ本営は当初、ベラルーシの町、バラナビチに設置された。ドイツ軍が侵攻した後の1915年、スタッフカは、ベラルーシの麻痺漁に移された。1917年の2月革命後も、参謀総長、ミハイル・アルクセーフを事実上の長としてスタッフカは、維持され、5月には1916年の、 南西戦線の英雄、アレクセイ・ブルシーローフが最高総司令官に就任。いわゆる、ケレンスキー構成を担った。しかし、ブルシーローフは7月のドイツ軍犯行を受けて、更迭され、代わって、ラーブル・コルニーローフが就任した。8月、コルニーローフは、臨時政府に対して、反乱を起こして罷免され、大臣会議議長、アレクサンドル・ケレンスキー自らが最高総司令官を、 兼任した10月革命で、ケレンスキーが逃亡すると、参謀総長、ニコライル法人が、最高総司令官代行となるが、臨時労働政府イコール人民委員会議から出された、停戦命令を無視したため罷免され、陸海軍人民委員、ニコライクリレンコが兼任し、停戦を迎えた。第二次世界大戦時の赤軍、スタッフかもしくは赤軍総司令部は、 政府主犯及びソ連共産党指導者としての両資格のもと、ヨシフ・スターリンによって署名された極秘指令により、1941年6月23日に創設された。この指令に従い、スタッフ家は国防人民院セミオン・チモシェンコ原水が議長を務め、参謀総長、ゲオルギー・ジューコフ、スターリン、ビャチェスラフ・モロトフ、クリメント・ボロシーロフ原水、 セミョン・ブジョーン・ルイ・ゲンスイ、海軍人民委員、ニコライ・クズネツオフ・提督をもって構成された。また同じ指令によりスタッフか内にスタッフか、常設顧問団が組織され、クリーク、シャポシニコフ・ゲンスイ、キリル・メレツコフ、空軍司令官ジガーレフ、バトゥーチン、防空軍司令官ボロノフ、ミコヤン、カガノオビチ、ラブレンチー・ベリア、ボズネセンスキー、ジダーノフ、マレンコフ、 メフリスの同志らで構成された。直後に国防人民委員代理メレツコフはベリアとフセボロドメルクーロフにより冤罪で逮捕された。その後メレツコフは1941年9月第1週の終わりに刑務所から釈放され同日スターリンに呼び出された。ソ連軍総司令部は1941年7月10日にソ連軍最高司令部に再編され、 スターリンが議長となった。また1941年8月8日スターリンが最高総司令官に就任し、これに伴い司令部もソ連軍最高総司令部に再再編された。ありがとうございます。